ん、こんにちは、こんばんは。私たち、ベイビークルルです。あらちゃんです。あやかです。まつりです。あらさです。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、今日はお題人狼をやっていきたいと思います。で、お題なんですが、はい、お題が、この春に行きたい場所というお題になります。いいですね。はい。幅あるね。はい。で、カードが、人狼が1枚、村人が3枚ということで、人狼さんはいい感じの嘘をついてみてください。はい、ということで、ルール説明はこちらです。どうぞ。では、はらちゃんからお題の答えを教えてください。はい。私がこの春に行きたい場所は、アンパンマンミュージアムです。わあ、いいね。はい、はい、私がこの春に行きたい場所は海です。海、うん、私がこの春に行きたい場所はと山の中です。おお、海山。はい、はい、私が今年の春に行きたい場所は昆虫園です。おお、すごい苦手な顔ね。それではギラの時間からしてください。どうぞ。昆虫好きなの？いや、なんか私超ちょっと、なんかもともとそのさ、うん、出身がそこまでなんか都心の方じゃないから、うんうん、結構虫がね、いっぱい地元にいたりするの。こんくらい大きいカマキリとか、うんうん、で、ちっちゃい頃から蝶々が好きでね、うん、あの昆虫園って蝶々がいっぱいいるから、いる、ね、そう、カラサゲハとか、うんうん、モンシロチョウとかキモンチョウとか、そういうの見に行きたい。苦手な虫は？はい、あのゴキブリぐらい。おお、そうね、バッタ捕めるよ。あ、バッタ捕める。おお、お友達になれそう。あ、本当？私も虫好き。よし、虫好き？虫好き。私食べれるけど。そうだ。触るのはちょっと。あ、でも別に触れるよ。バッタぐらいは。全然なんか夏に結構カブトムシとかクワガタ飛んでるから見て。あ、それ好き。結構妹と弟とのね。弟？弟いたら虫好きか。そう、結構捕まえに行くの。山？山。山です。山で何したいとかあります？夏は暑いじゃん、うん、山、うん、冬は寒いから、うん、春は山。結構でも夜ね、夜行って山ちょっとわかる。そう、星見たいの、星見たいの。あー、いいね。星を見たい、星を見たい。私海結構同じ理由かも。寒いじゃん、うんうん、海、冬って。冬はね、夏って結構賑わったりしてて、うん、人が多かったりしたり、うん、あと暑いから、うん、春が一番ちょうどいいなと思って。春海、春海、あの入らないよ、入らないで海を見るっていう、うん、あ、あの花粉症、全然あれだ、うん、花粉症の方いますか？あ、花粉症です。え、あ、え、あ、じゃあ花粉症だけど、ただ全ての山に杉があるわけじゃないからそんな全ての山に、あれ、そっか、そうか、夜行きゃ、夜ね、夜だから、夜の山だから。花粉症って言ったとしても、あれ、ちょっと違う違う違う、私あやかちゃんだと思ってるよ。山派なんだよ、あやかちゃんって。え、あ、山好き、山好き。そうそう、山派だからさ、うんうん、山って言うと思う。山はね、でもね、私は夏行きたいかな。へ、あのキャンプとかよくするの。そう、ね、キャンプは、春行ったらまだ寒いから。そうなんだ、苦しい人、ガチの人いた。山の夜は結構寒いから。だやばい、まだやばい、うん。夏じゃないといけないから、海かな。帰るわ。あちゃん、私アンパンマンミュージアムなんですけど、好きなんで。好きそう、うん、好きそう。行ったことなくて、うん、アンパンマン好きなんですけど、うん、アンパンマンミュージアムのなんか赤ちゃんマンのグッズが欲しくて、うんうん、おうおう、買いに行きたいなと思って。アンパンマンミュージアムじゃなくて買えないの？うん、なんかその本場に行って、ちゃんと場所に行って買いたい。アンパンマンミュージアムどこにあるの？ちょっと場所わかんないんですけど。あれ？俺は調べてるかな？本当に。なんか、前々から行きたいなって思って、うんうん、結局コロナとかで休業とかあったから、ちょっと行けるタイミングがあったら行きたいなと思ってて。そう。アンパンマンは見たことありますか？あります。アンパンマンだったら、赤ちゃんマンと、あとミルク坊やっていうのがいるんですけど、その子が好きです。でもなんか、アンパンマンよりドラえもんの方が好きそうなイメージというか、うんうんうん、のび太くんがめちゃくちゃ好きだから、アンパンマンミュージアムかと思って。ドラえもんはどうですか？ドラえもんは、ドラえもん行った？あ、行きました。藤子 F 不二雄ミュージアム行って、うんうんうん、もうのび太くんグッズは買い占めたから、次はアンパンマンかなって。次は次はアンパンマン。ちなみにアンパンマンの次は何になりたいですか？アンパンマンの次は、クレヨンしんちゃん。あ、でも、でも、巡ってくんだ。巡ってくんだ。じゃあ、じゃあ、適当だよ。え、赤ちゃん
マン好き感あるかも、ね、赤ちゃんマン赤ちゃんマンはね、なんか可愛いから行きたいなって思って、うん、ちょっと私は海山チームが気になってる。私ね、山はちょっとちゃんとしてるなって一瞬思ったんだけど、花粉症だなと思って。でもね、海だと思うのよ、これは。どっち？本当に山派だから、彩香さん。私でも海大好きよ。私も海派なんだけどね。結構頻繁に行ってる。どっち私も海大好き。本当は海だけど、なんか自然的には山はめっちゃわかるの。星みたいの星。一番いい回答してくれてる二人を疑ってる。どうしよう。あんま疑いたくないんだけど、うん、花粉症じゃなければ、うん、分かる。花粉のことは忘れてたし、年中花粉症だからさ。そうかそうか、ちょっと待って、昆虫とパンパンマンって山。では議論時間終了です。人狼だと思う人をさせてください。いきます、せーの、ドン。あれ、あ、待って、まつりちゃんの人、はい、2票、あやかちゃんの人1票、はるちゃんの人1票で、さらさが0票。ゼロかな。では、まつりちゃんも追放となります。はい、どうぞ。フラビットでーす。あー、そうだよね。人狼陣営の勝利でーす。やったー、全然わからなかった。昆虫だ。え、人間差がやってた。虫は、あ、全然平気なんだけど。それ本当だね。それ平気なんだけど、さらさん虫よりご飯が食べたいので、屋台の方に。そういうね。お花見の方で屋台の方が行きたい。行きたい。行きたい。ちょっとは好きだけどね。ご飯の方がやっぱ、いいね。いいね。あんなに目立つ答えしてくれたのに。すごかった。すごい、こんな海、山って言ってくれてる人たちを疑ってました。お互いにでも、海派で山派なんだよね、普段。確かにね、そうかもね。逆か。逆なんだよ。よく行ってる場所的には違うかもしれない。そっか。けど、気持ちはめちゃめちゃ分かったから、もう花粉症のことはなくしてって言われたから、うん、分かったって。なくしてくれた、優しい。疑っちゃったな。花粉症じゃないって思って。そう、私、花粉症が、なんか春も花粉症だけど、夏終わりも花粉症だし、秋も花粉症だから、花粉症と共に行きすぎてて、関係ないんだ。もうね、気にしてないけど、あ、花粉、常花粉って感じ。花粉症精査しちゃったな。確かに言われて花粉症ですかって言った時、あ、やばって思った。花粉症だった。あ、やっぱ、サラサが上手でしたね。上手だった。おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、今回の勝利陣営は、人狼陣営でした。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。